みほー、こんにちは。アンジェリカです。今日は私がよくやっているアイメイクの方法を皆さんに教えたいと思います。まあ、今日はもうベースは作っています。あとコントワーも入れて眉毛も終わった状態です。まずアイメイク始める前に目の下にお粉を私は置くんですけど、よいしょ、今回使うのこれね、 KKW ビューティーのベイクっていうやつなんですけど、ちょっと多めにのせてきます。結構濃いめにアイシャドウを塗るときって粉が下に落ちるので、先に粉つけとくと後で叩くだけなので良いですよ。で、今日使うアイシャドウはこれです。The Beauty の、ちょっと全体的にピンクや赤が多いんですが、こんな感じ。このロウかな、この色を使っていきます。目尻からホール全体にのせていきます。次はこのこちらのスパンキット、で最初に塗ったこのローを目の下にも塗っていくよ。次はこのテリをさっき余ってたこちらにそしたら次はこれね、こちらのこのラメちゃんを塗っていきます。この赤っぽいアイシャドウとこのゴールドラメとゴールドとブラウンのこのラメっていうの、これが混ざるとね、すごく目元がなんかこう全体的にこう濡れて見えるっていうか、うるっとしたアイシャドウになります。目の下にも、次はですね、これね、こちらを眉下に塗っていきます。これで一旦アイシャドウを終了して、ここからアイライナーを引いていきます。で、私はジェルライナーとペンシルのアイライナーと両方使うんですけど、今日はペンシルを使いたいと思います。で、この
羽を、最後にアイシャドウでぼかすんだけど、なるべくこういったこういう茶色っぽいアイシャドウで、まあ、これは眉毛のアイブロウなんだけど、こういうので下を少し粉をのせてぼかします。そしてこの後にインラインを引きます。スマッシュボックス。で、インライン引き終わったら次はマスカラです。クリニック大好き。これも前の動画でも紹介したけど、もうずっとこれ定番。こんな感じです。で、最後にここに作ったお粉をパッパッパッと叩いていって、最後はリップ。これもスマッシュボックス。そして、フェンティね、フェンティのリップグロス。さあ、こんな感じで私が最近ハマっている赤ブラウン系のアイシャドウメイクでした。バイバイ。